こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は神戸電鉄広野ゴルフ場前駅の紹介になります。よろしくお願いします。まず地理院地図のパートから入ります。後で実写の映像が流れます。概要欄にリンクがありますので、実写の映像だけご覧になる方は飛んでいってください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。さて、広野ゴルフ場前駅は神戸電鉄青線の駅となります。概略はこのようになっております。駅の名前が何回か変わってるんですよね。広野新海と変わったのはおそらく戦時中に、ゴルフ場っていうのこの名前が、適正言語だからとかいう理由で変わったんじゃないかなと言われております。現在は広野ゴルフ場前駅ということですね。ゴルフ場、確かに目の前にねゴルフ場の入り口があってクラブハウスも見えるんですけど、今はゴルフに行くのは私はしないですけど、多分車ですよね。電車に乗る人はいないよねという感じなんですけど、なんであまり利用客はねこの辺の住宅地の方は利用してるんでしょうけど、ゴルフに新鉄乗って行くっていうのはあまりないのかなと思いますね。で、交換設備ができたのが比較的新しいんですね。昭和59年ということで、一つ手前、緑ヶ丘駅は防線上の駅なんでね、利用者から言ったら緑ヶ丘の方が多いんでね、あっちの方が大きい駅なのかなと思ってしまうんですけど、防線上の駅で、こちらの、広野ゴルフ場前駅には交換設備があるということになっています。はい。それではね、実際の地図を見てみましょう。はい、こちらが実際の地図になります。画面の中心が広野ゴルフ場前駅になります。新鉄の線路はこちら、線路の右側にあるのが緑ヶ丘の住宅地。すっごいなぁ、ほんとね。これね、今から地図遡ってみます、見ますけど、全部消えてなくなりますからね。で、線路の左側にあるのは、これが広野ゴルフクラブになります。結構古くからあるゴルフ場でね、これは地図遡ってみても残ったままになりますね。それでは地図遡ってみます。はい、こちらが1984年から86年です。はい、ここですね。この画面のちょうど右上の方ですよ。はい、なくなった。はい、なくなった。はい、こちら1979年から83年です。はい、はい、この辺の山がなくなった。山がない。山がなくなるという感じですね。はい、はい、こちらが1974年から78年になります。はい、はい。すごいですね。だいぶ家がね、前は少なかった。はい、こちらが1961年から69年になりますが、ここの写真になるともうすでに全部山という感じですね。だいたい1970年代から開発が始まって家がどんどん増えてきたということになるんでしょうかね、地図を見る限りはね。こちらの広野ゴルフクラブゴルフ場は昔からあるところということになっています。それでは標高はどんな感じになってるんでしょうかね。こちら広野ゴルフ場前駅は、はい、こちら出ましたね。 150.3m ということで、若干この辺山の上なんで標高が高くなっております。鈴蘭台方向へ一つ手前となると緑ヶ丘駅になります。緑ヶ丘駅はここだ。はい、こちらになります。標高 158.3m になります。大体あまり変わりないですね。 8m それでも下っていくという形になるでしょうか。青方面一つ向こう側の駅はしじみ駅になります。しじみ駅はずっと線路を下って、ここね、かなり直線があるでしょう。この直線ね、青線で一番スピードが出るところらしいですね。しじみ駅はこちら、はい、標高は 130.7m になります。約 20m ぐらい、下がることになるんでしょうか。それでも結構標高の高いところを走ってるんですね。それでも 20m 変わるのか、すごいですね。はい、
それではね、実際の映像をご覧ください。はい、それではね、実際の映像になります。こちらが神戸電鉄広野ゴルフ場前駅になります。駅舎はかなりね、新しくはないけどしっかりした感じですよね。こちら側にはね、ホームが見えます。目の前にはね、右街道があるんですけど、非常にね、夕方日曜なんですけど混んでます。で、こちら側にはね、広野ゴルフ場の入るところが見えます。車がね、結構たくさん出てきてますね。それではね、駅の中入ってみることにしましょうか。道路はね、押しボタン式ということでね、今車がいますんでね、信号はもうじき変わるのかなと思います。駅に入る前にね、こちら側にもね、踏切がありまして、駅の向こう側渡れますんでね、ちょっとこの踏切渡ってみることにしましょう。かなり小さな踏切ですよね。ほんと細いですね。歩行者専用の踏切です。もうすぐそこにはね、駅と駅の構内踏切が見えますね。なんかすぐそこが駅なのにね、不思議な感じのする小さい踏切です。こちら側は住宅地になっていますね。特に商店とかはないようです。はい、それではね、駅に入っていきます。自動改札のある無人駅ですね。ここには窓口があったっぽいですね。何か板がしてあって、ね、窓口がないようにはなってます。券売機があるんですけどね、これはいつものことなんですけど、入場券の設定がありませんでしたので、インターホンでね、問い合わせをしまして、入場券を設定していただきました。ありがとうございます。それではね、駅に入ります。この駅は単式ホームの一面二線ということになってますね。行き違いのできる構造になっています。構内踏切を使って渡っていきます。単式ホームもね、なかなか久しぶりですよね。なんか二面二線のね、行き違いのできる駅が非常に多いんですけど、1番線が三木方面、小野方面、2番線が新海地ということでね、なっているようです。非常に小さな駅なので、ホーム上には自動販売機も待合室もありませんね。青方面の時刻表です。日中は1時間に2本ぐらい、昼と夜は多いみたいですけど、三木止まり、小野止まりが多いですよね。青まで行くのは本当本数少ないですよね。だいたい見た目の半分ぐらいが、三木小野止まりといった感じです。こちらはどうなってるんでしょう。こちらは新海地方面のね、時刻表になります。日中1時間に2本ぐらい、昼と夜は少し多いといった感じでしょうか。四角は3両編成ですね。他は4両編成となっています。はい、ホームの、ね、先端まで来ました。ホームは結構長く感じますけどね、一応4両編成の対応になっているのかなと思います。もしかしたら5両なのかな。ちょっと後で調べて、コメント入れておきますね。こちら側はしじみ方面、青方面を向いてますけどもね、大きく左にカーブしてますね。ポイントも合流しているのがちょっと分かったりします。駅舎がね、ちっちゃくて、いい感じですよね。でね、駅のこちら側にね、駐車場があるんですけども、ここのね、駐車場の利用金額、そんなに高くはないんですけども、
ゴルフ場前のね、この駅を利用した人は若干割引になるそうですよ。はい、それではね、駅を出ようかと思います。さっきの列車は復刻塗装かなんかだったんですかね。ここにもなんか窓口のあったような跡がありますね。トイレはこっちにあるようですね。で、あ、これだこれだ。駐車場をご利用のお客様へ、車を出庫される際は改札内のサービス券発行機にてサービス券の発行を受けてくださいということで、発券ボタンがあるな。押してみよう。おお、出てきた。はい、これを使うそうですね。後で使ってみましょう。それでは駅を出ます。はい、それではね、神戸電鉄の広野ゴルフ場前駅の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。